はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ロングダークの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、サイドクエストの、サスカッチの出任せをやったんですけども、その際にこの、狼側のコートですね、これを入手できたんで、これでだいぶ、暖かくなったかなっていう感じですね。で、今回は前回行けなかった、このブラックロック、この2箇所を目指して、行ってみようかなと思います。天気はまあ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 ですね。でも、でもやっぱり寒いですね。あ、え、ちょっと、あ、びっくりした。大丈夫かな。ああ、とりあえずここまっすぐですね。いや寒い、狼側のコート着てもやっぱ寒いんで、もう少しいい装備欲しいですね。ちょっと風吹いてきたかな。あー、風が、これを一応取ってって、この辺ですね。寒い。あ、囚人が死んでる。これ矢が刺さってるっていうことは人に殺されたっていうことですよね、きっと。This stuff will come in handy.囚人のメモ、俺たちは
何かに追われてる、姿は見えない、監視どもは、道路で撒いたと思ってた、気をつけねえとここから逃げられねえぞ。監視にやられたのか、また違う何かにやられたのか。監視さん死んでたんですよね。次ここですね。いやー、これ体温持つか。なんか下になんかありますね。湖みたいな。哀愁のある池。寒いよ。ナイフ一応持っていこうか。いや、サメ。待てよ、これ一回。あんま関係ないから閉じたところで。ちょっと温まろうかな。よし。あったかい。コーヒーを温めて、で、飲む。いや、風強いな。これだいぶ体温は温まったけど。よし、行くか。寒い。ちょっと。え？あ、あそこに逃げればよかったかな。ちょっと。登ってくる。
よし、一匹やったぞ。ああ。やばい、ライフルの弾がない。ああ、どうしよう、これ。もらっていくか。でもこの寒さの中2時間これ作業したら大丈夫かな。寒さ、よし、これ一回帰った方がいいかな。一回帰ってにおいも出てますからね、今。ああ、焦ったー。ああ。いや、これ、森林狼のせいで、なかなか、しんどいですね、探索するの。よし。おお。じゃあまず、川を。よし。どうしよう、こっち側も動かしちゃう？調理スロットこれいっぱいあるのかな。前回確か入らないものこの辺に。これじゃあちょっと時間が足らないんで、あー、石炭ちょっともったいないかな。50分ぐらい。大丈夫かな。食べる。
あ、よしよし。あの神父さん、なんかやってくれないかな。立ってないで。11分。コーヒー作っときますか。さっき飲んじゃったんで、こっちじゃない。でとりあえず、お肉をしまって、でコーヒーを作る。ちょっともったいなかったですね、さすがに。水が足りない。あ、飲んじゃった。飲んじゃった。もったいない。うん。もう日没か。じゃあ、せっかくこれ1時間、2時間あるんで、水。そうだね、水この辺に。4.5 キロぐらい捨てて。
21キロ。あ、一応、あれかな、包帯を作って、服の状態をチェック。あ、違う違う。脱いでしまった。OK ですね。じゃあ、一眠りして、大丈夫なのかな、狼。今のところ大丈夫なんだけど。でも美味しくはなさそうですよね。まだちょっと早いかな。ちょっともう1時間眠って。で、コーヒーを温めて。よし、じゃあ行きましょう。大丈夫かな？遠い。常に森林狼が出た時のことを考えて移動しないと、行動しないと。さっきはあの高台がありましたけどね、更地で来た場合は、もう弾もないんで、マリンフレアですかね。とりあえずこの道をまっすぐ。
なんか全、あれは普通の狼かな？逃げていってくれたけど、いやーでも進行方向なんだよな。あ、いる、あ、いる。ちょっと一回り大きいですね、森林狼。で、色もちょっと白っぽいというか。いやー、ちょっとそっち側に行きたいんだけど。え、クマ？クマがいる。待て待て待て。なんか食べてる。倒してみたいけど、食べてないか。あ、なんかこっち側道ありそうですね。なんかありそうですね。いや、この木の上とかどうかな。この高台、よし、こっからいたぞ。いいのか。怖い。ほら。あれ。まちょっと弾もったいないな。リボルバーで。ダメだ。届かないんだ。いやー、でも待って奴にぶち込んでダッシュでここまで。怖すぎる。当たった。逃げろ。追っかけてきてる、追っかけてきてる。ああ。オッケー。
カ野郎。取れないだろ。あ、なんか、鹿もいない？ああ、ああ。ああ、撃っちゃった。だいぶダメージ与えたと思うんだけど。どうかな？これでまた弾作れるのかな？薬莢持ってれば。どうかな？怖い。これで死んでなかったらやばいけど。血の音はこっち側に。なんか、ハンターの隠れ家。いや、普通に歩いてるんだけど。しかもなんか、そこの鹿食ったんじゃない？やるっきゃねえ。このハンターの隠れ家に、で、場所確認。ここね。だいぶダメージ与えてると思うんだけど。いや、逃げていくな。これ違う熊だったら大変。なんか俺悪いことしてるような気分になってきたな。危ねえ！ああ、危ねえ。黒熊。あ、30キロぐらい肉取れるんだけど。待てよ、これ、も、
あんなとこ電波塔みたいなのあるな。こっち方面ですね。でも、まずこれかな。これ行って、熊の肉を取って帰りましょう。まずは。今回は。この場所を忘れないようにして、ちょうどこの道ですね。あー、危ねえ。絶対死んだと思った、今。もう鹿肉とかも取っていきたいんだけどね。でも持てないから。ここだ。閉鎖されたキャンプを調べよう。囚人の隠し貯蔵庫、この物を使って、踏ん張ってこの場所を出るんだ、どこまで行っても丘だが、他に道はねえ、あれはまだそこにある。これを探さないといけないのか。隠し貯蔵庫を探そう。あ、ここだ。この洞窟の中に。あ、完了したミッション、ブラックロック。あ、リボルバーの弾10発。お、さらに10発。お、MRE、フレア。あ、素晴らしい。よし、じゃあ、あとは、熊、まず毛皮かな？熊の毛皮取ったことないかもしれない。あ、一応鹿の毛皮も取った。もいいかな。鹿肉、熊肉や鹿肉の方が内臓はちょっと持っていけない。21発。ああ。ちょっとこれカラスの羽も集めて、弓矢も矢ですか。作らないと。まず熊の毛皮と内臓はいいかな。熊肉って大丈夫なのかな。熊鍋とかよく聞きますけどね。食べたことはない。とりあえず5キロぐらい。32キロ。
5キロぐらい。違う。温めてから飲みたかったけど、いやーどうしよう。帰ろっか。これだけ、とりあえずこれで OK にしましょう。走れる。モリーの納屋目指そうかな。あ、なんか、あ、でも重たくて、降りれないな。せっかく紐があるんだけど。ということは、こっから行けないんだ。待ってよ。大丈夫この坂。ちょい、風が。あ、でもモリーの納屋の付近って、あの普通の狼いっぱいいるん。あ、でも大丈夫かな。狼の毛皮のコート着てるから保存しています。ちょっと待って、それなんか嫌だな。
もうちょい、もうちょいだ、頑張れ。はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。